月面車とは月面上を走行するために作られた自動車。月面車を月に着陸させて運用に成功したは2020年現在ソビエト、連邦、アメリカと中国のみである。ソビエト連邦はルナ計画の一環としてアメリカに先駆けて月面車を月面へ投入した。九百七十年十一月十日にルナ十七号がルノホート一号を雨の海へ 1973年1月8日に、ルナ21号が、ルノホーと2号を晴れの海へ運んでいる。本来ソビエト連邦の月面車は、有人月面着陸プロジェクトの一環として開発が開始されたものであるが、有人着陸のスケジュールが遅延したことから、無人走行車となった。4輪のバーギーカーに似た外観のアメリカの月面車と異なり、 どんぶり鉢に8つの車輪が付いたような外見ではあるが、各種ビデオカメラや X 線スペクトロメーターなど、充実した観測計器を搭載しているほか、どんぶり鉢の蓋の裏に搭載した太陽電池により、バッテリーを充電させ、長期間の稼働を実現させている。1号は11ヶ月にわたり 10km 以上、2号は4ヶ月にわたり 37km 以上を走行し、 多くの画像や観測機器のデータなどを地球に送信してきた。さらに、有人月面探査計画で着陸地点の予備調査を行うルノホート3号と4号が製造されたが1974年の有人探査計画中止に伴い打ち上げはキャンセルされた。後に、1986年4月26日に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故において、 ルノホートの技術を応用した無人作業車が復旧活動に活躍した。アポロ15号の船外活動時に使用された月面車、アポロ計画の一環として初の有人月面自動車として投入された。設計は5000万ドルでポルシェが引き受け、ボーイングが製造した。全長3メートル、横幅1.8メートル、重量200キログラム。 4馬力のモーターを4つの車輪のハブにそれぞれ内蔵し、合計1馬力。電源は銀亜鉛電池と太陽電池。乗員は2名。アポロ15号、アポロ16号、アポロ17号の3回のミッションを通じて、宇宙飛行士の月面での移動や採取したサンプルの運搬などに用いられた。デコボコが多く、砂地でタイヤがめり込みやすい月面であるが、 最高速度は時速1 6トルを記録している。アポロ17号での走行距離は3 6トルに及んだ。2013年12月14日に月面の雨の海に南着陸した上が3号に無人月面車、玉都号が搭載された。玉都号は土壌の採取、分析や地下1 0 0ルの地質構造調査を行うとされる。月面車には 太陽光パネルの他に、約半月も続く極寒の月の夜を越すために、機器の保温用として30年間の長期稼働が可能な原子力電池が搭載される。玉都号は着陸翌日の12月15日より稼働を開始した。観測開始後にトラブルに見舞われ、2014年の途中からは自走不能な状態となったが、観測機器は稼働を続けた。 月面車の稼働記録を更新して2016年8月に活動を停止した。中国の月探査機、ジョーガ4号は2019年1月3日、月の裏側の南極8県盆地にあるフォンカルマンクレーターに着陸し、人類初となる月の裏側への南着陸に成功した。着陸後、ジョーガ4号から直ちに分離された探査車、玉と2号は月探査レーダーを使って、 地下の調査を開始した。日本の JAXA は将来独自で行うであろう月面探査を見据えて無人の小型実験者の研究を開始している。宇宙科学研究所相模原キャンパスの一般公開日にはモデルが展示されることもある。また2019年には JAXA はトヨタ自動車と共同で有人予圧、老婆の検討を進めていることも明らかにしている。 この有人ローバ構想は、全長6.0メートル、全幅5.2メートル、全高3.8メートルという大型のもので、13立方メートルの居住空間に2名が滞在可能で1万キロメートル以上の長距離を走行可能という高い性能を持ったものとなっている。JAXA は2029年の打ち上げを目指している。現在、ルナグローブ計画による月探査の一環として、 ポーラームーンローバーを送る計画がある。インド宇宙研究機関もロシア連邦宇宙局と共同でチャンドラヤーン2号の計画を進めている。NASA では現在でも技術開発コンテストの一部門に月面車の開発を掲げるなど基礎研究を続けている。2006年のコンテストでは100万ドルの賞金額であった。ありがとうございます。